はいどうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですが、怪獣かぐや、かぐやなしデッキをね、ご紹介していきたいと思います。皆さん、遊戯王って先行の勝率えげつないじゃないですか。先行勝率えげつない高いと思うんですよ、遊戯王って。その中で、やっぱりね、高校を取ってまくっていけるデッキってそんなに多くなくて。まあ、このデッキが、まあ、その一つですよね。怪獣というデッキ。で、怪獣ってもちろん皆さんよくご存知の通り、相手のモンスターをリリースして相手フィールドに特殊化できるっていうことで先行制圧モンスターとかをリリースできるから結構強いんですけども、まあ、その怪獣を脳死で入れてるだけでは勝てないわけですよ。まあ要は、相手のフィールド上に特殊化されるってことは、要は自分の手札を1枚使って相手の盤面にモンスターを送りつけてるので、それだけじゃ勝てないじゃないですか。で、まあいろいろ工夫を凝らすと、怪獣ってね、結構強いっていうことが分かるんですよ。これ、まあ、今回、怪獣デッキ、完全に高校を取って、高校でまくっていく怪獣デッキなんですけど、なんと、結構ワンキルができます。このデッキ。まずね、これね、京都ウォーターフロントっていうカード、これ結構強くて、一旦に一度、間違えた、フィールドのカードが墓地を変えるたびに、1枚につき1つ、このカードに怪獣カウンターを置けるよと。でね、このね、ウォーターフロントが発動されている場合、まあ、要はリンク召喚とかをしていくと、どんどんカウンターが溜まっていくんですよ、このカードに。で、カウンターが3つ以上の場合にデッキから怪獣モンスターを手に加えるっていう効果と、このカードが効果で破壊される場合に代わりにこのカードの怪獣カウンターを1個取り除くっていう、まあ、代わりにその破壊耐性を免れるがあるっていう、まあ、効果があるんだけど、これで、まあ、怪獣サーチできる。まあ、この辺の効果をうまいこと活用していくデッキになってるんですけれども、まあ、ちょっと展開方法はね、対戦とか見ていただければわかるかなと思うんですけども、このね、京都ウォーターフロントっていうカードを使って怪獣の効果を使っていくっていう、これがね、意外とね、強いんだよね。例えば、皆さんあんま知らないかもしれないですけど、ガミシエル君、これなんか前回なんか動画で負け試合かなんかでね、やられましたけど、相手に。これ相手が、怪奇怪獣ガミシエル以外の魔法トラップモンスターの効果発動したら、自分相手フィールドの怪獣カウンターを2個取り除くと、その効果発動を無効にして除外するっていうことを持ってるんですよ。要は相手のカードの効果を、まあ、無限に無効にできる可能性がある。要は京都ウォーターフロントってフィールドから墓地を置かれたら、カウンターがどんどん置かれていくんで、カウンターが結構溜まりやすいんですよね。だからガミシエル君のこの効果を何回も発動することで、これ耐えちゃうんですよ、これ、こいつの効果とか。あとこいつ、実はこいつの効果めっちゃ強くて、一ターンに一度自分の相手の怪獣カウンターを3つ取り除くと、このターン相手は魔法トラップモンスターの効果発動できずに、このカードがバトルフェイス中に3回までモンスターに攻撃できるっていう、なんかすげえ強そうなこと書いてあるんですよね。もう相手効果発動できませんっていう状態になるんですよ。こういう効果意外と知らないでしょ。俺はあんま知らんかった。あとこいつとかトークン出るし、こいつとか2800とかいう打点のトークン出したりとか、めっちゃ強いですよ、こいつら。こいつだったら全部パスるし、モンスターをね。だから、こういうカードたちの効果を使っていきたいっていう。で、サブプランとして、怪獣って結構レベルが高いんで、シンクロ召喚の結構相性がいいんですよ。まあ、例えば、サンダー・ザ・キングレベル9なんで、レベル1のチューナーを用意すれば、レベル10のシンクロができるんですよ。だから、バロネスとか出せるんですよ。簡単に。要は、相手のフィールド上にね、怪獣を送りつけました。で、怪獣サンダー・ザ・キング出します。ジェットシンクロ召喚でもバロネス出るんですよ。簡単でしょ。で、しかもジェットシンクロンって、墓地から蘇ってくることもあるんで、墓地から蘇ってきたジェットシンクロンを例えば、サクリファイスアニマに変えれば、相手で送りつけた怪獣を返してもらうことができるんですよ。サクリファイスアニマってリンク先のモンスターパクれるんで、そのエクストラモンスターゾーンの前に怪獣を出せば、サクリファイスアニマで怪獣をパクることができると。返してっていうことができるんですよ。この辺のね、ジェットシンクロンとの相性がすごくいいですね。要は、ラディアンで8シンクロンもできれば、ドゴランで9シンクロンもできれば、サンダーズキングで10シンクロンもできるっていう。で、他にあとライティードライバーも入ってて、これライティードライバーは何で入ってるかっていうと、京都ウォーターフロントを発動した時にカウンターをリンク召喚めっちゃつなげていくことによってめちゃくちゃ乗せられるんですよ。ライティードライバーって1枚からハリファイバーにつなげられるカードなんで、要はアクセスコールトーカーとかにつなげられるんですよね。こういうことをしていくと、この京都ウォーターフロントにめちゃくちゃカウンターが乗るんで、怪獣サーチするのもできれば、例えば3体でスカルレット出してサーチした怪獣を出すってこともできるんですよ。これ先行でめっちゃ強くて、ライティードライバーを召喚してハリファイバーからジェット出してきて、
でジェットでリンクリボ作ってジェットシンクロン蘇生して、で3体でスカルデッドってやると共闘ウォーターフロントでサーチしてきたらガメシエル出せるんですよ。これで先行でガメシエル出すと、もうなんか最強の妨害モンスターを先行で用意できるっていう、これがなかなかですね。あとあのガメシエル君怪獣なんで相手の怪獣でリリースできませんしね。はい、まあ、こういうシナジーがあります。展開方法は見ていただければね、わかると思うので、早速この高校全振り怪獣かぐや、過去かぐやなしでやっていきましょう。デュエルスタンバイ。いや、やっぱり高校で高校を安心して取るデッキっていうのはあれですね、あのコイントスのストレスがなくていいですね、非常に。まあ先行押し付けられた時もうやること一応ありますけど、まあほぼまあやることないと言っても過言じゃないんで。なるほどね、ゾンビキャリア1体でリンク召喚してくれる感じかな。これ増人投げてるとか分かってますよ。アルミラージ OK。 ああまあでもまああれだな、あのゾンビキャリアの効果に遅延すればいいか。いいか、はい、ゾンビキャリアの効果に増殖する G ぶち込んで、で増殖する G 通っていく、通っていかない、なんだ、うわ強っ強っ、やるな。まあ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 、でもね、あのハンドは悪くないですし、まあ、怪獣もいますし、さまってあげられた怪獣の眠りもあるんで結構強いんじゃないでしょうか。まあどれをおとりにするかっていう感じだけど、まあどんだけ強い展開されてもまあなんとかなるかなっていうハンドではあるんだけども。さあアルミラーチカのハリファイバー OK、 ハリファイブ、ハリファイブ、これ非常にめんどくさいことが起きましたね。これあのサベージとあのアーディックなんか立つやつですかね、 VFD 立っちゃうやつですかね。ちょめんどくさいですねこれ、非常に、これ非常にめんどくさい。ハリア、アウロ、ハリエラドンが通ってしまうと非常にめんどくさいんだが、これどこまで行くんだろうこの人。これあれかな、閉館フルアーマードか。あーなるほどね、何の効果も受けず戦闘では破壊されないっていうね、そういうことね。なるほど、強そうなモンスターだね。何の効果も受けずに戦闘では破壊されないんだって、やばすぎ。突破手段あんのかな俺、突破手段あるのかな俺やばい、負けたかもしんない、まずい、なんちゃって。私はその中謎のモンスターをリリースして、ちょっとごめんね、さよならハハ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 、最低で、調律発動してガチで最低、ガチで最低の行為してる。でですね、まあ、とりあえず調律いいから調律発動、はいマジでやばいことしてるわ、はい。でですね、まあ、こっからやりたい方なんですけども、妨げられた怪獣の眠りをしていけば最強かな。こっちが一番アドバンテージ稼げそうだな。で妨げられた怪獣の眠り発動で、フィールド上のモンスター全部っ走、自分のフィールド上に怪獣と相手のフィールド上に怪獣を、まあ、1体ずつ送りつけるといったところ。まずは、まあ、君にあげちゃうカード何でもいいんだけど、まあ、どうせパクるから、まあ、何でもいいんだけど、まあ、どうしようかな、ラディアンとかでいいか、ガメちゃんでいいや、ガメちゃんあげるわ。はい、で怪獣出すときは必ずね、エクストラモンスターゾーンにの前に出すとねいいですよ。あのパクれるんで結構、はい、非常にね、非常に有能なあのモンスターが、いましてね、サクリファイスアニマっていうんだけど、レベル1のモンスターで作れて、で、リンク召喚するとあのリンク先のモンスターパクれるっていう効果あるんですよね。だからそのエクストラモンスターゾーンの前に置いとくことによってマジでやばいことが起きるっていう。で雑にアクセスコードとかしますめちゃめちゃ雑にアクセスコードとかします。で、ハリファイバー、あのハリファイバー効果、ハリファイバー効果、ハリファイバーの効果によって、ジェットシンクロンじゃなくてもいい、魔法カードいっぱいあるからこっちでいいか、エフェクトベーラー、はい、で、エフェクトベーラーと、ハリファイバーで、セレネ、おい、あれ伏せなんだろうね。なんか発動しないところを見るとなんか大したことないカードなのかなって思うけど、まあ一応破壊なあのケアで、ジェットシンクロンはやりませんでしたけど、ワンチャンあの破壊だった場合ちょっとあれなんですよね、ジェットシンクロンだと蘇生効果にチェーンしてなんか除外されてちょっと怪我狂うっていうことがあるんで、まあ、ここで一旦アクセスしていく。あれなんだろうなマジで、
これ通る、これアクセスコールトーカー。さあ世界を終わらせるモンスター、アクセスコールトーカー雑ちなみにこれでも8000いきますから、これ5300と3300で8600っていうね総合点。はい、でアクセスコールトーカーの効果、そうアクセスの効果によってこれ、あでもこれ待て、あぶね、墓穴だよ、マスタスか、墓穴やったらこれ前破壊先だったな、まあ、ちょっとなんかどうでもよかったからよかったけど、まあいいや、ちょっと雑に雑に切る取りすぎじゃないこのデッキなんか毎回毎回こんな感じなんだよね、デュエル。ちょっとねこれデッキね、これデッキねマジでやばいかもしんない。あーこれはいいんじゃないか、これ先行制圧見せれるんじゃね。京都ウォーターフロント発動していく。で、ライティドライバー召喚、これ京都ウォーターフロントとライティドライバーが揃ってると、あれです、あの無限妨害が成立するんですけど、まあ、コースじゃないですか。で、で2体のモンスターで中南風モンスター2体でリンク召喚するわけですよ。でここでハリファイバー出すと、ちなみに京都ウォーターフロントっていうのはフィールドから墓地にモンスターあカードが送られるたびに、毎回そのカウンターが乗っていくっていう、まあそういう効果なんですよ。でハリファイバーの、あー通んないこれ、あぶれ、なんだなんか違うの。ジェットシンクロン特殊で、ジェットロン一体で、まあ、リンクリボー、これなんだろう、なんかちょっと一瞬なんか優先権が相手に移ったんだよね、なんか誘発系のカードなんかあるんじゃないかな。でこれで、カウンターが3個になったんで、開始持ってこれるっていうね、まあ、効果が存在してるわけですよ。まあ、とりあえずジェットシンクロン効果でこれ何でもいいんだけどこれ捨てて、で、ジェットシンクロン特殊もするじゃん。はい、で あれだったな、今、一応ジェットシンクロンにしてから捨てた方がいいですね多分なんか怪獣デッキ使ってると なんかさ結構簡単に勝てるからさ、意外となんか処理が雑になってくるんだよね。で、3体のモンスターディリング召喚、ここでリンク4サルージャスカールデッド、3体のモンスターをリンクサーにしたこのモンスターは、手札からモンスターを特殊召喚できるという効果を持っているため、これによって、ガメちゃんを バチコと出していくと。ガメちゃんはこれが最強なんですよね、これこのモンスター。これこの間なんか俺負け試合のデュエルでもやられましたけど、カウンターを2つ取り除くと何でも効果を無効にするっていう効果をターン制限なく発動できるんですよ。だから今、まあ、カウンター5乗ってるんで、京都ウォーターフロントに。要するに、効果を2回無効にできるんですけども、まあ、何かをカード発動する。あ、うらら来た。それ無効にするか。それ無効にすることできるんだよな。一応、増人は当初ではいいか。で、ガメシエルの効果で、京都ウォーターフロントの効果を使って、でこれで、カードの効果を無効にできるんですよ。なんでも。でまた相手が何かのカードをフィールドから墓地を送るたびに、カウンターが、まあ、乗っていくと、そういう感じですね。はいやばいでしょ、闇の誘惑。しかもなんかこれは別にか、あれですよね、無効にして除外するっていう効果なんで、まあその再利用はさせないと。雷電竜サンタードラゴンの効果はこれは無効にした方がいいんじゃない。さすがにこれトリッピー持ってる確率低いと思うんだよね、これは無効にしていいんじゃねえか。ガメちゃんの本気出し見せた方がいいんじゃねえか。怪奇怪獣ガメシエル君の効果を発動していくぜ。ガメシエル君の効果によってカウンターを2個取り除き相手の効果を無効にしていくちなみにあと1回無効にできますまだやばすぎますこのデッキ雷獣竜、ほう、雷獣竜くらいは許して差し上げますか。雷獣竜は別にいいか、雷獣竜は別に回収するか別にいいか、その効果は別にいいや。オッケーいいよ、全然いいよ許容できないのが来た時にだけ無効にしますね。羽毛器、あー意味ないっていうことだけ言っとくわ。ハープの羽も意味ない。ウォーターフロントの効果で破壊される場合にカード取り除くから、カウンターを。で、またカウンター取るから意味ない。そのカードに関してはマジで意味ないって言ってるわ。
強っ。いやただ待て、打点がねえ。あー打点がない。ちょこ相手がモンスター出してくんねえから怪獣が出せないっていうね。まあしょうがないから、まあこれでライティを持ってくるしかない。ライティをアタッカーにするしかないやつ。これライティアタッカーにするしかないやつですか。ライティをリンク先に出して、これなんいくつ打点100かなんか。じゃなくて 100やばいでしょ。100は雑魚すぎる。世界一雑魚いモンスターじゃないか。お前ふざけんな。リンクリボーに変えればいいか。リンクリボーに変えればいいか。リンクリボーに変えて、リンクリボーに変えて、そっちの方が打点高い。あ、これだ、バトルフェーズにやればよかったな。まあいいや、バトルフェーズにやればよかった気がするが、ちょ、まあいいや、こうして、はい。で、リンク先に、モンスター徳島さんなんで打点が上がる。で、怪獣持ってくる。絶望の。画面試合でも、あの相手の盤面に送りつけちゃうと、ちょっとやばいこと起きるんで、ちょ、ラディアン君でいきますか。これ、盾じゃね？これ、どうしようかな。表示怖えな。まあ、一応攻撃表示でいいか。一応攻撃表示でいいか。で、バトルフェーズ行こう。この2500っていう打点なのが一番の弱点ですね、この画面らは。守備力は一応3300あるじゃないですか、これ、スカウゲットの効果でね。だけど、これ、縦にしちゃうと2500なんで、意外と抜かれちゃうことがたまにあって、普通にその、要は、効果を使わずに展開してくる。例えば、ブラックフーザーとか。あ、まあ、それはいいよ。それはいい。もうそれは全然いいです。それは特に許容します。はい。で、なんかその、要は、なんか効果使わずに展開して2500超えられてしまうと、画面シエル君普通にテントで破壊されちゃうっていう話はあるんだけど、ここの獣の効果は、これは除外しないといけないね。これはか、お前はアドバンテージを稼ぎすぎる。画面シエル効果、これ今いくつ？うわ、3か、やばいな。まあでもしょうがないか。画面シエル効果発動。カウンターを2個取り除いて相手の効果を無効にしていく。シンクロテーマとかであればね、かなり強いんだけどね。相手がなんかそんなにフィールドから経由する効果を持ってなくて、相手めっちゃ除外して展開していくできないからあんま刺さってないな。ちょっと全然刺さってないの、ちょっとうぜえな、これマジで。で、鳥効果使うで出てくる、つまり雷獣、まあ、じゃあ超雷竜は出てきますね、少なくとも。将来には少なくとも出てくる。まあでもリンクリボーいるんで打点ゼロにできるから画面シエルがやられるっていうことないね。なんだっけそれ、雷獣竜無効じゃね、雷獣竜無効じゃね、これこれでもうないです。これでもうだいぶ使いましたね。もう効果ないです。もう僕効果ありません。あとはもうなんかこの盤面で戦っていくしかないです。さあどうしますか？リンクリボー君の効果はありますから、画面シエル君が戦闘で破壊されることはないと言っていきましょう。耐えてる？なんか謎に耐えてる。そして、あいつは破壊耐性を持っているらしいが、まあ、とりあえずリンクリボーの効果と、リンクリボーでパッてやって、で、カウンターを置かれていく。まあ、これで IT がモンスターを出してくれたため、私はも、史上最強のモンスターを相手に送りつける準備が整ったと言っておこう。残念ながら君の超雷竜は一瞬にして消え去ることになるだろう。待って、打点高くね？こいつ。ちょ、なんか雑に打点高えのうぜえな、これ。雑に打点高えんだよ、これ。まあ、しょうがねえか。で、これ画面なんでよくね？冷静に考えたらガメラでいいよ。これ君にあげちゃう。あ、ガメラを送りつけるときはマジで気をつけて。そのウォーターフロントの効果発動できちゃうから、あそこセットか、これめちゃくちゃきついから、あの相手の場に入れてもこれ効果使えちゃうんで、ウォーターフロントの効果これ注意してください。はい、まあ関係ないけどね、打点が高いからこっちのガメラの方が。はい。このデッキなかなか勝率高えな。安定の高校取れるこの精神的なんか安心感というの結構あるんだよね。やっぱさ、現代遊戯王ってさ、めちゃくちゃ先行が強いじゃないですか。だからまあみんな先行取りたがると思うんですよね。たぶん、まあ、100人いたら多分80人ぐらい先行選ぶと思うんですよ、普通だったら。もうちょっと高いのかな、ちょっとわかんないけど、だから
っぱ先行相当有利なゲームだと思うので遊戯王って。だからそのあえて自分から高校を取れるから、なんかそのコイントスで負けてもなんかあんまストレスじゃないっていうか、まあもともと高校取りたいっていうデッキだから、結構ねこのデッキはね割とねその精神的ストレス感がないからいいと思うね結構。あとなんか、相手レギュレーターから入ってもやばいねこれレギュレーターから入ってんのかなりやばいですね。あーそっちのタイプのデッキ、これ世界終わりそうな盤面使えるけど大丈夫これ。ソウルシェイプフォーサーやばいと思いきや別に怪獣とかそうでもねえか。えこれ怪獣でリリースしてサンダーボルトして、アトランタル、アトランタルやべえ俺の知らないモンスターの展開だこれ。こいつライフ半分マンだよな確か、ライフ半分ジセルマンだよね。アトランタル効果、素材って俺除くと相手のライフ半分にするマン。いや何これ全然知らん展開、これインフィニティ出すんじゃないの普通。マジでわからないモンスターめちゃくちゃいっぱい出てきてる。これは何が起きるんですか。ギミックパペットデスティニーレオフォーさんじゃん誰かと思ったら誰かと思ったらフォーさんじゃん、黒崎駿かと思ったら俺の大尊敬するフォーさんやったわ。レイダースウィング、デスティニーレオの効果は、なんだっけ、デスティニーカウンターを1個置くと、でこのターン自分はバトルフェーズを行えない、それは別にいいや、はい、それは別にいいです。でマジで何が起こるかさっぱりわからんが、ユニオンキャリア、なるほど、ユニオンキャリアの効果で、フィールド上のモンスター1体に、装備することができる何らかのカードを、はメカドックマロン、あーなんか分かってきた気がする、あーなるほどやばい、俺のライフが2000以下になるこれで、まずい、うわI'm sorry, Tom!